皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、生成 AI がさらに多様な性能を持ち、ハードと組み合わさることによって、ドラえもんのような夢の世界が間近に迫っているということを考えていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。知識の共有と学習。未来のハードウェアと生成 AI 技術の進展により、知識の共有と学習が革新的な形で展開されるでしょう。この新しい時代では、個々のデバイスやシステムが相互に学習し合い、ユーザー体験をカスタマイズすることが可能になります。まず、ユーザーは日常的な活動を通じて、生成 AI に大量のデータを提供します。これには、検索履歴、コミュニケーション履歴、閲覧履歴などが含まれます。これらのデータは、生成 AI がユーザーの好みや関心を理解し、個別に適用したコンテンツを提供する基盤となります。また、ネットワーク全体での知識の共有も進みます。生成 AI は個別のデバイスだけでなく、クラウド上の巨大なデータベースとも連携し、世界中のユーザーが共有した知識にアクセスします。これにより、特定の分野やトピックに関する知識が蓄積され、ユーザーが新しい情報やスキルを獲得するのを助けます。生成 AI は個別のデバイスやシステムが学習した知識をネットワーク全体で共有し、あるユーザーが得た知識が別のユーザーにも即座に提供される仕組みも創造されます。これにより、個人の経験や洞察が瞬時に広がり、人類全体の知識が迅速に拡充されます。一方で、このような進展には注意が必要です。プライバシーの問題や個人情報の保護、情報の正確性などが懸念されます。したがって、新しい技術の導入に際しては、厳格な倫理基準と法的な規制が整備されることが不可欠です。また、生成 AI が学習した情報が偏りや誤りを含む可能性も考慮され、その補正や修正のメカニズムも重要となります。ハードウェアの進化。未来のハードウェアの進化が生成 AI 技術のさらなる発展を支え、私たちの日常生活に革新的な変化をもたらすことが期待されます。この進展には、小型かつ高性能なデバイス、ユーザーのニーズに合わせた柔軟性、そしてエネルギー効率の向上が含まれます。まず、小型で高性能なデバイスが普及することで、生成 AI が身の回りに常に存在する状況が想像されます。スマートフォンやウェアラブルデバイスなど、持ち運びが容易でありながら高度な処理能力を有するツールが一般的になり、これによって生成 AI が個人の手元でリアルタイムに動作することが可能になります。ハードウェアの進歩は、個人が独自の AI を構築しカスタマイズすることも容易にします。モジュラーで拡張可能なデバイスが登場すれば、ユーザーは自分のニーズに合わせて AI の機能や能力を選択拡張できます。これにより、個々の生活スタイルや業務に最適な AI を構築することが可能になり、一層効果的な利用が期待されます。エネルギー効率の向上も重要な要素です。省エネルギーデバイスが普及することで、常に稼働している AI が電力を節約し、環境にも配慮した利用が可能になります。特にモバイルデバイスや IoT デバイスにおいて、バッテリー駆動時の効率が向上すれば、持続可能な技術の進歩に一役買うことが期待されます。さらに、ハードウェアの進歩は AI が物理的な世界と対話する能力を向上させます。センサー技術やロボット工学の進展により、AI は周囲の状況をより精密に理解し、
行動することが可能になります。これにより家庭内のサービスロボットや自動運転車など現実の環境での AI 活用が飛躍的に進むでしょう。ただしハードウェアの進歩には課題も存在します。例えば個人情報のセキュリティ、エネルギー資源の消費、廃棄物の管理などが挙げられます。これらの問題に対処するためには技術の進歩と同様に法的な枠組みや倫理的なガイドラインの整備が重要です。健康管理と医療。未来の生成 AI 技術とハードウェアの進化が健康管理と医療分野において画期的な進展をもたらすことが期待されます。この進化により個々の健康状態のモニタリングから治療の最適化までが効率的かつ効果的に行われるでしょう。まず、生成 AI は個人の生体データをリアルタイムでモニタリングし、健康リスクの早期発見や予防をサポートします。スマートウェアやバイオセンサーと連携した AI が心拍数、血圧、血糖値などのデータを収集し、個別の健康パターンを分析します。これにより異常が検知された場合にはユーザーや医療機関に自動で通知され早急な対応が可能になります。また生成 AI は病歴や遺伝子情報、生活習慣など膨大なデータを継続的に分析し、個々の健康状態に合わせたパーソナライズされたアドバイスを提供します。これにより予防医療や健康増進のための適切なガイダンスが提供され、個人の生活習慣改善が促進されるでしょう。治療面でも、生成 AI は診断の迅速化や治療法の最適化に大きく寄与します。AI は膨大な医学文献や臨床データを処理し、医師に対して最新の研究成果や治療ガイドラインを提供します。これにより、医師はより正確かつ迅速な診断を行い、最適な治療プランを構築する手助けを受けることができます。特に画像診断においては生成 AI が注目を浴びています。医療画像から病変や異常を検出する AI は高い精度で診断を支援し、医師の負担を軽減します。これにより診断のスピードが向上し、患者はより早い段階で治療を受けることが可能になります。一方で、これらの技術導入には様々な課題が伴います。プライバシー保護、データのセキュリティ、倫理的な側面などが検討されなければなりません。また、生成 AI が提供するアドバイスや診断結果は、最終的には医師の判断と結びつく必要があり、人間と AI の連携が求められます。空間の拡張。未来の生成 AI 技術とハードウェアの進化により、我々の生活空間はますます拡張され、現実と仮想の世界が密接に結びつくでしょう。この進展は、新たな情報の形態やエンターテインメント体験、効率的な業務プロセスなど多岐にわたる分野に影響を及ぼします。まず、仮想現実 VR および拡張現実 AR 技術の進歩により、我々は物理的な制約を超えて新しい次元にアクセスできるようになります。 AR は現実の環境に仮想的な情報を重ね合わせ、日常の活動をより効果的に補完します。例えば AR を使用してナビゲーションを行ったり、リアルなオブジェクトに対する情報を即座に得たりすることが可能になります。 VR は一歩進んで完全に仮想の環境を提供します。これにより遠隔地での仮想会議、仮想旅行、学習環境の拡充などが実現され、物理的な場所や距離を超えた交流がより身近になります。またVR 空間内での創造的な活動やエンターテインメントが豊かなものになり、新たな産業やビジネスモデルの創出が期待されます。一方でハードウェアの進歩も空間の拡張を支えます。小型化された AR、VR デバイスが普及することで
これらの技術が日常の一部となり、より自然な形で統合されるでしょう。軽量で高性能なヘッドセットやウェアラブルデバイスがユーザーに快適で没入感のある体験を提供します。この空間の拡張は教育分野にも大きな影響を与えます。仮想空間での学習体験は実際の状況を再現したり、遠隔地での共同作業を可能にしたりすることで学習の効果を向上させます。医学や科学の分野では VR を活用した臨床シミュレーションが医学生の訓練に役立つなど、新たな教育手法が広がるでしょう。ただし、これらの進展には様々な課題も伴います。例えば、VR の使用に伴う健康への影響や、 AR の場合には現実と仮想の区別の難しさなどが挙げられます。また、新しい技術の導入に伴う倫理的な問題やプライバシーの保護も検討されるべき重要な課題です。自動化と効率化。未来の生成 AI 技術とハードウェアの進化により、自動化と効率化が飛躍的に進展し、様々な領域で業務プロセスが変容するでしょう。これにより、労働力の効率向上や創造的な活動に集中できる環境が整い、新たなビジネスモデルやサービスの展開が可能になります。まず、自動化技術が重要な役割を果たすのは、製造業や物流分野です。工場や倉庫において、AI 制御のロボットやドローンが、物品の搬送や仕分け、製造ラインでの組み立て作業などを行います。これにより、単純かつ反復的な業務が機械によって担われ、従業員はより高度なスキルを発揮できる環境が整います。同様に、オフィス業務においても、ルーチンなデータ入力や文書作成などが AI によって自動化され、人間の労働力はより複雑で創造的な業務に集中できるようになります。これにより、生産性が向上し、企業は迅速で正確な意思決定が可能になります。自動運転技術も注目すべき分野であり、自動車や物流車両が AI によって制御され、運転業務が自動化されます。これにより交通の効率が向上し、交通事故のリスクも低減するでしょう。また、運転時間を効率的に利用できるため、新たなビジネスモデルやサービスが生まれる可能性があります。一方で、これらの進展には課題も存在します。例えば、自動化が進むことで一部の労働力が不要になり、雇用の機会が失われる可能性があります。このため、社会全体での雇用の再配置やスキルの向上が求められます。また、自動化に伴う技術的な問題やセキュリティのリスク、倫理的な課題にも注意が必要です。一般的には、自動化と効率化により、人間はより専門的でクリエイティブな業務に従事できるようになります。これにより、新たな産業や職種が生まれ、人間の創造性や問題解決能力がより価値あるものとなるでしょう。自動化技術の発展は労働市場の変革を促し、組織や個人が柔軟かつ効果的に適応できるような環境を構築することが求められます。言語の壁の克服。未来の生成 AI 技術とハードウェアの進化が進む中、言語の壁を克服する動きが加速しています。この進展により、異なる言語を話す人々や異なる文化がよりスムーズにコミュニケーションを取り、グローバルなつながりが深まることが期待されます。まず、機械翻訳技術の向上が言語の壁を取り扱う鍵となります。 AI による機械翻訳は、自然言語処理技術や深層学習アルゴリズムの進歩により、以前よりも高い精度で翻訳を行うことが可能になりました。これにより、異なる言語を話す人々がより円滑に意思疎通でき、国際的なビジネスや文化交流が促進されます。さらに、 AI がリアルタイムで言語を解析し、自動で翻訳を行うことで、リアルな対話が可能になります。
会話中に発言が即座に相手の言語に翻訳され、その場で理解できるようになることで、異なる言語を話す人々が直感的かつ効果的にコミュニケーションを取ることができます。また、言語学習支援の分野でも AI が活躍しています。個々の言語スキルや学習の進捗をモニタリングし、適切な学習計画や練習を提案することで、効率的かつ効果的な言語学習が可能になります。これにより、言語の習得がよりアクセス可能になり、個々の学習ニーズに合わせた支援が提供されます。さらに、AI による言語生成技術も進化しています。これは、自然な文章や対話を生成する能力を持つ AI が、異なる言語でのコミュニケーションをより自然な形で実現する手段となります。これにより言語の違いがコミュニケーションの妨げとなることが減少し、異なる文化間での理解が深まるでしょう。ただし、言語の壁を克服する過程にはいくつかの課題があります。文化的なニュアンスや言い回しの違い、特定の専門用語など、機械が完璧に理解するのは難しい要素があります。また、プライバシーやセキュリティの懸念も考慮されなければなりません。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。